今日は大根餅を作ります。大根おろしです。これを水気を切ります。ネギを入れます。そして今日は洋風にするのでチーズを入れます。その次はハムを入れます。鶏ガラスープの素を入れます。そして片栗粉、そしたらこれを丸めます。2つに分けようかな。そしたら焼きますね。フライパンに入れます。
れで両面を焼いたら、出来上がりとなります。焼けたらこんな感じになります。